システムのマザーボードを交換する前に、最初のステップとして、CMOS を工場出荷時設定に戻す必要があります CMOS を工場出荷時設定に戻すには、まず左側のカバーを取り外しますマザーボードからバッテリーを取り外しますバッテリーの位置と取り外し方法は、ユニットに取り付けられているマザーボードによって異なります 30秒待ちますバッテリーをマザーボードに取り付けます c m モスの工場出荷時設定がリセットされました次のステップとして、システム BIOS を起動し BIOS でクロックをリセットする必要があります